Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は逆境を乗り越えるために役に立つ英語の名言を一つあなたにご紹介をしたいと思っております。今日の名言はですね、特に、今ストレスを感じている、特に人間関係とか、あるいはそのお金の問題とか健康の問題とか、いろんなそのことで、悩みを抱えている、そういったことをこう感じて日々いる方ですね、ストレスを感じている方はぜひ、動画を最後までご覧いただきたいなというふうに思っております。今日もですね、英語の名言、道を開く英語の名言5種というこちらの説著からですね、解説を抜粋して解説をしていきたいと思っております。はい、で今日はですね、ちょっと長いんですけれども、今日はアメリカの神学者でですね、ラインホルド・ニーバーさんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が、言ったとされるですね、祈りがあるんですね。じゃあそのどういう祈りなのかってことをまずご覧いただいて、一緒にこう言っていって、後にですね、内容意味とかをちょっと解説をして、どういうふうにこう適用できるのかってことをお話をしたいというふうに思います。はい、ちょっと長いですがこちらですね。はい、英語の方からちょっと先に読みましょう。はい、はい、読んでみますね。 God grant me the serenity to accept the things I cannot changeCourage to change the things I can, and wisdom to know the difference. もう一度読んでみますね。 God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage, to change the things I can, and wisdom to know the difference. 日本語で言うとですね、神よ、私たちが変えることができないものを受け入れる心の平安を、私たちが変えることができるものを変える勇気を、そしてそれらの違いを見分ける知恵をお与えください。もう一度読みます。今度は私はとして読みますね。神よ、私が変えることができないものを受け入れる心の平穏を、私が変えることができるものを変える勇気を、そしてそれらの違いを見分ける知恵をお与えください。はい、こちらがですね、今日の名言というふうになります。これはちょっと後ほど解説するんですけれども、ラインホルド・ニーバーさんという方がこれは、言っていてですね、神学者であり、かつ牧師でもある方なんですよね。で、アメリカで、牧師という方なので、この祈りの ところではですね、一番最初にこう神よと、まず神様にこう話しかけるような、要は祈りですね、神に祈るような、こうお願いをするような、はい、祈りの内容となっています。ここでですね、ポイントが3つあるんですよね。3つのことをこの祈りの中ではこう言っているわけなんですが、ちょっとその前にですね、どれだけこの祈りが、本当にこう慰めになるかってことをちょっとお話しさせていただきたいんですが、この祈りをですね、本当に祈っている方は本当に多いです。特にアメリカとか、イギリスとかですね、その西洋諸国と言われる国ではこの祈りを、知って、実際にこう実践をして、日々の中でこう祈っている方っていうのは本当に多いです。なんでかっていうと、特にクリスチャンなんですが、なんでかっていうとですね、その祈りによって心に本当にこう平安が与えられるからなんですね。平安だけじゃなくて知恵も与えられるし、何かをこう変えていこうってこの勇気も与えられるからなんですよね。はい、だからこそ本当にもう世界中で多くの人がですね、この祈りを知ってですね、実践をして日々の中でこう祈っているんですけれども、3つのことをこの祈りの中では言ってるわけなんです。まず一つ目が、 God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. 要は、変えることができないものを受け入れる心の平安、心の平穏ですね。それをまず祈ってるわけですね。心の平穏を与えてくださいってことなんです。Grant me, grant というのは与えるって意味なんですが、Grant me, 私に、その心の平穏、心の平安を与えてください。心の平安、そしてまた二つ目に、the courage to change the things I can. Courage to change the things I can. 要は勇気ですよね。Courage, 勇気。僕が大好きなその言葉の英語の言葉の一つなんですけれども、Courage。変えることができるものを変えていける勇気。はい、心の平穏と勇気。そしてまたその二つですね。変えることができるもの、そしてまた変えることができないものっていうのがあなたにもあるわけで、その2つをこう見定めるには知恵が必要なんですよ。だから Wisdom to know the difference. Wisdom to know the difference. 要は、その2つ、変えることができるものと変えることができないものを見分ける知恵をお与えくださいっていうお祈りなんですね。心の平安、そして勇気、そして知恵、変えることができるものを変えていける勇気と、変えることができないものを受け入れる、ありのままを受け入れる心の平安、そしてその2つを見分けることができる知恵、この3つをこのお祈りの中で神様に求めているわけ、お願い
しているわけなんですよね、はい、でこの3つが本当に僕はすごく重要だなって思うんですよね。例えばその最初の2つだけだったら、その最後の知恵の部分が例えばなかったらですね、じゃあどうやってその2つを見上げたらいいのっていうところが答えがなくなってしまうので、そのためにはもちろん知恵が必要なんですよね。だからこの3つっていうのは本当にこうトライアングルみたいに、本当にこの、まあ、三位一体じゃないですけど、この心の平安、勇気、そして知恵、これが本当にもう完成っていうんですかね、この3つさえ本当にあれば、もう、まあ、どんな問題にもこう心の平安を感じながら直面していけるんじゃないかなって僕個人としてはすごく思うわけなんですよね、はい。心の平安、そして勇気、知恵ですね、はい、これ本当に重要なので、ぜひですね、その違いを覚えていただきたいんですけれども、じゃあどういったものが変えていけなくて受け入れるべきなのかとか、あるいはどういったものが変えていけるものなんで、それを変えていくべきなのかとか、まあ、そのためには勇気が必要ってことなんですけれども、具体的にちょっとじゃあ例がないとなかなかこう分かりづらいと思うんですよね。で、僕がちょっとあなたにお伝えしたい、まあ、例として2つあるんですね、はい。変えることができないもの2つ、何だと思いますか。変えることができないもの、まあ、できないこととかでもいいですけど、2つあるんですね。まあ、その他にもたくさんあるんですけど、僕が思うその2つの大きなことはじゃあ何かというと、他人なんですね。他者、他者は変えることができないですよね。どんなにあなたが頑張っても人を変えることはできないですよね、はい。自分は変えることができるけど、人は変えることはできない、はい。それは僕ら一人一人がそのフリーウィルっていうんですね、自由意志をちゃんと持っていて、一人の人間としてこう成立していて、自由意志がこうあるからなんですよね。だからこそ簡単に、まあ、変えることはできないし、まあ、本質的にも変えることはできない、その人自身の問題だからってことなんですよね。なので他人は変えることができない。じゃあもう一つ何か、他人は変えることができない、もう一つはあなたの過去なんですよね、はい。あなたの過去、タイムマシンに乗ってドラえもんのように過去に行って変えることができたらどんなにいいかって、あなたも僕も一度は思ったことがあると思うんですよね。僕はドラえもん好きでですねまあこんなタイムマシンあったらいいなって思ったんですけど、できないんですよね、はい。残念ながらあなたも僕もそういう超能力とか力はないわけなんですよね、はい。なので他人、そしてまた過去は変えることができない。じゃあ変えることができるものの最たる例は何か、ね、これはこの2つの例の真逆なんですが、他人は変えることができないけど、あなた自身、要は自分自身は変えることができますよね。そしてもう一つ、過去は変えることができないけれども、今、そしてまた未来は変えていくことができますよね、はい。なのでこの違いちょっと2つだけご紹介したんですが、ぜひですね、この過去とかあるいは他人に関して、もしあなたが思い悩んでいるところがあるのであれば、ぜひですね、それを受け入れるってことを、選択をしていただけると、すごくあなたの悩みとかストレスが格段にこう下がると思うんですよね。例えば職場でですね、あの人本当に嫌なんだとか、もう生理的に受け付けないみたいな、もうダメみたいな方がいたりとかまあたまにすると思うんですけど、まあ、いろんな人いますからね、はい。まあ、生理的なのか、もう性格的なことなのかわからないけれども、ちょっともうこの人はどうしても嫌だとか、職場でも人間関係、友人関係でもちょっとこの人はもう無理っていう人が、まあ、1人や2人は今いるものだと思うんですよね、どんな人にも。まあ、そういう時にですね、その人をこう変えようとするんじゃなくて、あの人いなくなればいいなってこう思い続けるんじゃなくて、もうそれはもうそれでしょうがないと、もうあの人がいることは、まあそれはもう受け入れるしかないんだっていうことですよね。それが受け入れることがあなたが本質的に心の底でのレベルでできた時に、あなたは本質的なこの心の平安っていうのを感じることができると思います、はい。なのでですね、まあ、変えることができない、例えばそういう人がいたりとか、はい、まあ、変えることができない過去の例えばトラウマがあったりとかですね、こういうことがあって本当にもう心が病んでしまって、もうどうしようもないと、まあ、その度合いとか種類にももちろんよるんですけれども、時には本当にもうセラピーというか、その治療ですね、物理的なことでも、その内的なことでも、もちろん治療、そのメディカル的なですね、治療を必要とするような程度のものももちろんあれば、それより小さい程度のものももちろんいろんなタイプがあると思うんですが、この心の平安ですねをぜひ、求めてほしいと思うんですよね。そういった過去だったりとか、人、他人、そしてまたあなた自身の辛い過去、もう本当にもう消し去りたいと思っているような過去、それはどんなにそれが
辛かろうが、あなたが消し去りたいと思っていようが、残念ながら変えることはできないんです。だからそれは事実として受け入れる、その選択をぜひしていただければというふうに思います。それができることでですね、受け入れることができることで、あなたが本当に必要としている心の平安を感じることができますし、それができるからこそ不必要にこう悩んだりとか、フラストレーション溜まったりとかすることが格段に減ると思うんですね。その度合いもそうだし、その度合いもそうだし頻度もそうだしですね、はい、ストレスがよりこう低くなる効果がこれはあるわけなんですね、はい、そしてその変えれないことが分かるからこそ、むしろ変えていけることも見えてくるわけですよね。だったら自分のこういう行動をちょっと改めていこうとか、そういう嫌な人がいるんであれば、その人とこうなるべくこう極力こう顔を合わさないような行動をするとか、あるいは直接こう勇気を出してですね、ちょっと話してみるとか、アサーティブになって、まあ、率直にですね、あなたの意見を伝えてみるとか、気持ちを伝えてみるとか、そういうことをすることで変えていくことができますよね。もちろんあなたのその心に傷がある場合はですね、過去のトラウマで傷がある、トラウマがあるという方の場合はですね、本当に変えていくのが難しいかもしれませんが、そういった行動を行動療法と呼ばれる領域かもしれませんが、どんどん変えていってですね、新しいことに挑戦をしていって、そこから実は新しいその癒しとか、慰めっていうのが感じていただくことができるかもしれませんね。例えば新しい人と出会ったりとか、出会いを模索する、本当に本質的にこういい出会い関係性を模索して築いていくっていうこと、そういうことをすることによって、今まで癒されなかった部分のあなたのその心が癒され始めていくことができるかもしれませんよね、はい、でその2つを見分けるための知恵も必要なので、それも祈ること、これも大事なわけなんですね、はい、ぜひですね、この祈り、ニーバーの祈りですね、平穏の祈りとこう呼ばれているものなんですけれども、ぜひこの祈りをですね覚えて、あなた自身のこの3つ大事なことですね、はい、心の平安、勇気、そしてまた知恵、これをぜひ求める祈りをあなたの生活にぜひ毎日でなくても1週間に1回でもいい、ぜひですね取り入れていただければ僕自身もすごく嬉しいです、はい、もう一度繰り返しますが、2番の祈りはこういう祈りですね。 God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. 神よ、私が変えることができないことを受け入れることができる、その心の平安を、そして変えることができるものを変えていける勇気を、そしてその2つを見分けることができる知恵をお与えくださいっていう祈りをですね、ぜひしていただければ、あなた自身の心に平安がもたらされて、そしてあなたが あなた自身だったり、その将来を変えていくことができる行動をステップバイステップでですね、本当に最初のステップはもう本当にその最初の一歩が大事なので、そのステップを歩み出してどんどんそれを続けていくことができるようになります。はい、この動画、ご覧いただいてですね、本当に何かこう、あ、そういう考え方もあるんだとか、あ、そういう祈りを自分もぜひしてみようとか、そういうのを思っていただけたらですね、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは普段は英語力を伸ばしたい方や自己成長をしたい方に向けて、動画を撮影しています。僕の動画をご覧いただくことで、今回のようにですね、英語力がアップできたりとか、それ以外にも、自己成長をするために必要な自己認識力とか、新しいその考え方とかマインドセットとか、そういったものを発見できるようになります。なのでですね、この動画いいなと思っていただけたらですね、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you. Bye bye.